結局、朝鮮の置かれていた環境、それによる卑屈を否定するには、その環境の圧力に対して対抗できねばならないわけだが、正義であれば勝てるはずだ。か？疑念は、どこまでも踏み込む。そういう環境だからだ。正論に対する反論の重み、やっぱりできませんよね。数には勝てないんです。その時正義は覆るんです。その、反論に変な風に対抗すると、太平洋戦争の日本とか、そういう暴走が始まっていく。現状、カウンタ制御は、まあ、悪、だ。これを放置したら、朝鮮の病根も、そのまま、だ。人間は動物です。弱肉強食、正義など空想でしかない。現在の、イスラム国、は、これ、に対抗し、できるわけないだろう？その、無謀な逆走かもしれない。世界中が手を焼くのは、方法論が同じだからだ。暴力こそが、支配力だ。